もはやこの大地に用はない。錦式は行くぞ。狙いはかぐやが取り損ねた畜生狐狩りだ。嘘だろ、これ。あの英徳難易度 A ランクの螺旋丸をこの数日で。よっしゃー、なんてやつだ。この浜野先生、サンキューな。これで弟子入りできるってばさ。おう、頑張れよ。驚かせてやる。弟子入り。いた。その目でしっかり見てくれってばさ。ずいぶんと小さいな。それでは螺旋丸とはとても言えないが、できていることに。最後まで話を聞かないやつだ。どうしました？なるほど、ひどい話ですね。では私がいいものをあげましょう。それってこれを使えばその方に認められるはずですよ。これからはクール、スマートに、小さな労力で限りなく大きな成果を導き出す。努力や根性といった言葉はもう時代遅れなんです。若、あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。その師匠気取りの方と七代目にもね。今度こそ認めさせてやるってばさ。どうだ。よくも少ない時間でそこまでできたな。父ちゃんとは違うんだよ、才能が。確かにお前はナルトとは違うようだ。そう思いたくはなかったが。で、どうなんだよ。いいだろう、弟子にしてやる。
で、何すんだってばさ。まずはお前の実力を測る。え？でもこの前もやったじゃん。あの時のあれが全力だというのか？全然ちげえし、あの時は本気なんか出してねえし。だからだ、お前の本当の力を見せてみろ。わかったよ。前の俺と今の俺が全然違うこと教えてやる。強えだろ、俺。俺は本当の力を見せろと言った。だが、これがお前の答えってことだな。どういうことだってばさ。なんだよ。一つ尋ねる。お前はなぜ俺への弟子入りを求めた？なぜって、そりゃ父ちゃんの弱点を教えてもらって、そね、父ちゃんに勝ちてえからだ。うすらトンカチが。うすら何？いいだろう、望み通り、これから修行を始める。よっしゃ。